回、ミジンコがほぼ全滅したと言いました。そこからどうやってリセットしたか。まずはカエルさんが見守るグリーンウォーターをもらいました。左側シャワーで洗ったミジンコ。洗ってももやもやと動きの悪い子が残っています。容器の中央動きが悪いゾーン。左下動きが良いゾーン。ミジンコ団子になっています。右団子からスポイトで取りまして、グリーンウォーターに入れる。これで元気なミジンコでリセット完了です。普段は動きの悪い子はおやつにしちゃいますが、全滅しかけた時は別容器にまとめて、一匹でも増えるように無駄にしませんでした。もやもやはエビが食べるので、うちではもやもやごとメダカにあげています。ご視聴ありがとうございました。泡に捕まるミジさんは容器を振って助けました。